それからの足掛け三年というものは、俺の戦いの歴史であった。俺は小屋に閉じこもってのみを振るっていただけだが、俺がのみを振るう力は、俺の目に残る姫の笑顔に押され続けていた。俺はそれを押し返すために、必死に戦わなければならなかった。俺が姫に自然に見とれてしまったことは、 俺がどのようにあがいても所詮勝ちみがないように思われたが、俺はぜが火でも押し返して、恐ろしいもののけの像を作らなければと焦った。俺はひるむ心が起こったとき、水を浴びることを思いついた。十杯、二十杯と気が遠くなるほど水を浴びた。また、ゴマを炊くことから思いついて、俺は松屋に追いぶした。 また足の裏の土踏まずに火を当てて焼いたそれらはすべて俺の心を震い起こして襲いかかるように仕事に励むためであった俺の小屋の周りはじめじめした草むらで無数の蛇の住みかだから小屋の中にも蛇は遠慮なく潜り込んできたが俺はそれをひっさいて生き血を飲んだ そして蛇の死体を天井から吊るした。蛇の怨霊が俺に乗り移り、また仕事にも乗り移れと俺は念じた。俺は心のひるむ度に草むらに出て蛇を取り、ひっさいて息地を絞り、一息にあおって残るのを作りかけのもののけの像にしたたらせた。日に七匹、また十匹と取ったから、ひと夏を終わらぬうちに、 小屋の周りの草むらの蛇は耐えてしまった。俺は山に入って、日に一袋の蛇を取った。小屋の天井は吊るした蛇の死体でいっぱいになった。うがたがり、ムンムンと周期が立ち込め、風に揺れ、冬が来るとカサカサと風になった。 吊るした蛇が一斉に襲いかかってくるような幻を見ると俺はかえって力が湧いた蛇の怨霊が俺にこもって俺が蛇の化身となって生まれ変わった気がしたからだそしてこうしなければ俺は仕事を続けることができなかったのだ俺は姫の笑顔を押し返すほど 力のこもったもののけの姿を作り出す自信がなかったのだ。俺の力だけでは足りないことを悟っていた。それと戦う苦しさにいっそ気が違ってしまえばよいと思ったほどだ。俺の心が姫に取りつく怨霊になればよいと念じもした。しかし、仕事の急所に刻みかかると、必ず一度は姫の笑顔に押されている 俺の昼みに気がついた3年目の春が来た時七分通り出来上がって仕上げの急所にかかっていたから俺は蛇の生地に飢えていた俺は山に分け込んでウサギやタヌキや鹿を取り胸を裂いて生地を絞り腹綿をまき散らした首を切り落としてその血を象に滴らせた 血を据えそして姫の十六の正月に命が宿って生き物になれ人を殺して生き血を吸う鬼となれそれは耳の長い何者かの顔であるがものの毛だか魔人だか死神だか鬼だか怨霊だか俺にも得体が知れなかった俺はただ 姫の笑顔を押し返すだけの力のこもった恐ろしいものでありさえすれば満足だった秋の中頃に小さ釜が,が仕事を終えたまた秋の終わりには青笠も仕事を終えた俺は冬になってようやく像を作り終えたしかしそれを収める図子にはまだ手をつけていなかった 図司の形や模様は、姫のちょう度にふさわしい可愛いものに限ると思った。扉を開くと現れる像の凄みを引き立てるには、あくまで可憐な様式に限る。俺は残された短い日数の間、新食も忘れがちに図司にかかった。そしてギリギリの大晦日の夜までかかって、ともかく仕上げることができた。 手の込んだ細工はできなかったが扉には軽く花鳥をあしらった豪奢でもカビでもないが素朴なところにむしろ気品が宿ったように思った深夜に人手を借りて運び出して小さ釜と青笠の作品の横へ俺のものを並べた俺はとにかく満足だった俺は小屋へ戻ると 毛皮をひっかぶって地底へ引きずり込まれるように眠りこけた俺は戸をたたく音に目を覚ました夜が明けている日はかなり高いようだそうか今日が姫の十六の正月かと俺はふと思いついた を叩く音は必要に続いた。俺は食べ物を運んできた女中だと思ったからうるさいなあいつものように黙って外へ置いていけ俺には信念も元日もありゃしねえここだけはシャバが違うということを俺が口をすっぱくして言って聞かせてあるのが3年たってもまだわからないのか目が覚めたら遠を開け 聞いた風なことを言うな。俺が戸を開けるのは目が覚めた時じゃねえや。では、いつ開ける外に人がいない時だ。それは本当ね俺はそれを聞いた時、忘れることのできない特徴のある姫の抑揚を聞きつけて、声の主は姫その人だと直覚した。 にわかに俺の全身が恐怖のために凍ったように思ったどうしてよいのかわからなくて俺はうろうろとむなしく時間を費やした私がいるうちに出ておいで出てこなければ出てくるようにしてあげますよ静かな声がこう言った姫が侍女に命じて戸の外に何か積ませていたのを俺は悟っていたが 火打ち石を打つ音にそれは枯れ芝だと直感した俺は弾かれたように戸口へ走り缶抜きを外して戸を開けた戸が開いたのでそこから風が吹き込むように姫はニコニコと小屋の中へ入ってきた俺の前を通り越して先に立って中へ入った三年のうちに 姫の体は見違えるように大人になっていた顔も大人になっていたが無邪気な明るい笑顔だけは3年前と同じように澄み切った道女のものであった次女たちは小屋の中を見てたじろいだ姫だけはたじろいだ景色がなかった姫は珍しそうに室内を見回しまた天井を見回した 蛇は無数の骨となってぶら下がっていたが下にも無数の骨が落ちて崩れていたみんな蛇ね姫の笑顔に生き生きと感動が輝いた姫は頭上に手を差し伸ばして垂れ下がっている蛇の白骨の一つを手に取ろうとしたその白骨は姫の肩に落ち崩れた それを軽く手で払ったが落ちたものには目もくれなかった一つ一つが珍しくて一つのものに長くこだわっていられない様子に見えたこんなことを思いついたのは誰なのひ戸の匠の仕事場がみんなこうなのそれともお前の仕事場だけのこと多分俺の小屋だけのことでしょう。 姫はうなずきもしなかったがやがて満足のために笑顔はさえ輝いた3年昔俺が見納めにした姫の顔はにわかに真剣に引き締まって退屈しきった顔であったが俺の小屋では笑顔の耐えることがなかった火をつけなくてよかったね燃やしてしまうとこれを見ることができなかったわ 姫はすべてを見終わると満足してつぶやいたが「でももう燃やしてしまうがよい」次女に枯れ芝を積ませて火をかけさせた小屋が煙に包まれ一時にどっと燃え上がるのを見届けると姫は俺に言った「珍しい魅力の像ありがとう」「他の二つに比べて 百層倍も千層倍も気に入りましたご褒美をあげたいから着物を着替えておいで明るい無邪気な笑顔であった俺の目にそれを残して姫は去った俺は次女に導かれて入浴し姫が与えた着物に着替えたそして奥の前へ導かれた俺は恐怖のために 入浴中から上の空であったいよいよ姫に殺されるのだと俺は思った俺は姫の無邪気な笑顔がどのようなものであるかを思い知ることができたえなこが俺の耳を切り落とすのを眺めていたのもこの笑顔だし俺の小屋の天井からぶら下がった無数の蛇を眺めていたのもこの笑顔だ俺の耳を切り落とせとえなこに命じたのもこの笑顔であるが えなこの首を俺の斧で切り落とせと沙汰の出たのも実はこの笑顔がそれを見たいと思ったからにそういないあの時穴ロが早くここを逃げようと俺に勧めて長者もうちうち俺がここから逃げることを望んでおられると言ったがまさしく思い当たる言葉であるこの笑顔に対しては長者も施すすべがないのであろう 無理もないと俺は思った。人の祝う元日にためらう色もなく我が家の一遇に火をかけたこの笑顔は地獄の火も恐れなければ血の池も恐れることがなかろう。まして俺が作った化け物なぞはこの笑顔が七つ八つの頃のままごと道具の類であろう。珍しい魅力の像をありがとう。 他の者の,の百層倍、千層倍も気に入りました。という姫の言葉を思い出すと、俺はその恐ろしさにぞっとすくんだ。俺の作ったあの化け物に何の凄みがあるものか、人の心を真から凍らせる誠の力は一つもこもっていないのだ。本当に恐ろしいのはこの笑顔だ。この笑顔こそは、生きた魔人も怨霊も及びがたい。 真に恐ろしい唯一のものであろう俺は今に至ってようやくこの笑顔の何たるかを悟ったが三年間の仕事の間恐ろしいものを作ろうとしていつも姫の笑顔に押されていた俺は分からぬながらも心の一部にそれを感じていたのかもしれない真に恐ろしいものを作るためならこの笑顔に押されるのは当たり前の話であろう 真に恐ろしいものは、この笑顔に勝るものはないのだから。今性の思い出に、この笑顔を刻み残して殺されたいと俺は考えた。俺にとっては、姫が俺を殺すことは、もはや疑う余地がなかった。それも、今日お風呂から上がって奥の前導かれて早々に姫は俺を殺すであろう。 蛇のように俺を裂いて逆さに吊るすかもしれないと思った。そう思うと、恐怖に息の根が止まりかけて、俺は思わず必死に合唱の一年であったが、真に泣きもだえて合唱したところで、あの笑顔が何を受け付けてくれるものでもあるまい。この運命を切り抜けるには、ともかくこの一つの方法があるだけだと俺は考えた。それは、 俺の匠としての必死の願望にもかなっていたとにかく姫に頼んでみようと俺は思ったそしてこう心が決まると俺はようやく風呂から上がることができた俺は奥の前へ導かれた長者が姫を従えて現れた俺は挨拶ももどかしく額を下にすりつけて必死に叫んだ 俺は顔を上げる力がなかったのだ。根性のお願いでございます。お姫様のお顔お姿を刻ませてくださいませ。それを刻み残せば、あとはいつ死のうとも悔いはございません。意外にもあっさりと長者の返答があった。姫がそれに同意なら、願ってもないことだ。姫よ。 依存はないかそれに答えた姫の言葉もあっさりとこれまた意外千万であった私が耳ミミオにそれを頼むつもりでしたの耳ミミオが望むなら申し分ございませんそれはよかった長者は大層を喜んで思わず大声で叫んだが俺に向かって優しく言った。 耳をよ顔を上げよ三年の間ご苦労だったお前の魅力は皮肉の策だが彫の気迫盆腫の策ではない事のほか姫が気に入ったようだからそれだけで俺は満足のほかに付け加える言葉はないよくやってくれた 長者と姫は俺に数々の引き出物をくれたその時長者が付け加えて言った姫の気に入った像を作った者にはえなこを与えると約束したがえなこは死んでしまったからこの約束だけは果たしてやれなくなったのが残念だするとそれを引き取って姫が言った 子は耳尾の耳を切り落とした会見で喉をついて死んでいたのよ血に染まったえな子の着物は耳尾が今下着にして身につけているのがそれよ身代わりに着せてあげるために男物に仕立て直しておいたのです俺はもうこれ式のことでは驚かなくなっていたが長者の顔が青ざめた 姫はニコニコと俺を見つめていた。